目指せ47都道府県制覇プレミア流久々の旅行旅。今回の舞台はリンゴ、ねぶたなどが有名なここ青森。最後まで動画をご視聴いただき、おしゃれですね。なんかね、ほら、おしゃれだと思いません？青森でもいいですねこれね。あ、なんかね、自然というか、あ、なんというか、ちょっとまあね、いいと思いますねこれね。手が震えてる。いや、プレミア流の旅行旅でもこんなね、このこうね、いいぱっと見東京だけどね、自然ってやっぱジェットコースターみたいですね。階段、トイレ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 、やばい、腹痛い、腹痛い、腹痛い。死ぬ、腹痛い、めっちゃ腹痛い。俺こういう人形無理なんだ。安っ、15円とか。秋田県。サンデー毎日。レトロな商品いっぱいあるね。うん、うわ、ランドセルだ。首おかしいだろこいつ。首おかしいね。おかしいね。あ、なんかミニシアター終わったし。こいつ首おかしいだろってな。780度回転してんじゃん。タイムの時刻ですね。まだ6時13分ですね。あなたは覚えてる？これ船の中でしょ？列車の上下、連絡線の出港のドラマで、別れの悲しみが交錯する覚えてる？覚えてる？覚えてる？すんごいなまってんね。おお、儲け、プラモデルみたい。おお、すんごい本物の人に見えるんだよな。ん？ SL のあれか？お、旧型の SL。SL ですね。SL だ。どうも、じゃがいものパシリさん。確かに人形の中に人形が映っててもバレない説ある。そうだよね。うん。本当だよね。おお。
よいしょ。エアコンなんだけど、だいたいな、うわ、びっちり人形だよね、あれって。ここまでだよ。どうです、人じゃないっすよね。人形じゃない、人形で、人形だよ。ぐるって向いたら怖いよね。怖すごい、めっちゃ眺めいい。いいですね。余裕のある。そう、そうですね。沈むわね、こんな。こんな大きいやつが沈むなんて考えられないんだ。ああ。うん。夜の都会っていう匂いがしますね、これね。めちゃくちゃ夜の都会の匂いがする。まあ、外だからマスク外してもいいか。すんごいそういう匂いする。夜の都会。これだ、あれタイタニック、タイタニックしてるわ、タイタニック。凄まじいね、ここ。ほら、もうやばいよ、ニューヨークで来たみたい。これあれだ、あのポニョラテの上のポニョのカチ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 ってやるやつだね、多分。ほら、ほら、まあ、これ俺編集してるといいなって思うんだろうな。編集がつれー、もっと浮いてんのこれって。どうなる、これが人間が行ける船の一番上ですね。いやー、綺麗だな。綺麗だ。いやー、ほんと一番北の県、うわーすごいですね。でも一番北の県でもこんな風にいるね、このすごい街があるんですよ。なので皆さん、あのバカにしちゃいけませんよ。ほんとね、うまいから。リンゴとか、リンゴめっちゃうまいよ。リンゴだったり牛乳ラーメン食べたことないけど、あとしじみのラーメンとかいろいろあるから、ぜひ皆さん来てみてはいかがでしょうか。いやー、なんか終盤の撮影みたいだな。でもまだ続くから、まだホテルあるから、まあ、ホテル行って、でそっからね、ちょっと、もうちょっとどこ撮るかなと思う。まだ終わんないから見ててね、皆さんね。飛ばすんじゃねえよ。ディーゼル機関車だっけかな、これ。ディーゼル機関車、ディーゼル列車、なんだっけ、なんとか列車。ほら、ディーゼル機関車だ、ほら。ほら、俺覚えてたよ。ほら、覚えてた。ディーゼル機関車。ほら、俺覚えてたよ。ディーゼル機関車。さすが、昔鉄道大好きだった俺だ。随分内容の濃い旅行旅だこと。はい、僕は着いたんで、ちょっと一休みして寝たいと思います。よし、それじゃあ寝たいと思います。おやすみ。3日目編で、最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。説明欄の方に詳しいことが載っているので、ぜひぜひ見てください。そしてこの動画ね、面白かったよっていう人は共有もよろしくお願いいたします。チャンネル登録も高評価もよろしくお願いいたします。チャンネル登録したってデメリットはあるわけではないので、ぜひ見てください。それでは